はい、皆さんこんにちは。ナレーションのミラです。はい、戸沢村のまあところに来てます。はい、大倉村行く前の場所です。最上川は確かに絶景かな、絶景かなでございます。はい、確かに綺麗でございますし、うん、ここまあ高速道路を作ってる場所でございます。はい。私今帰り道に行ってるところでございます。確かになられ、お、ここですね、中間地点。はい、なるほどね。まあ、はい、古口へ今向かっております。はい、角川から、はい、もうすぐ信号ですね。はい、年中無休でやってるお店です。はい、まあ、はい、すごくいい場所でございます。はい、もうすぐ角川見えますね。はい、これは2012年4月の映像でございます。はい、信号が見えました。ここを橋渡れば古口です。はい、そうですね、はい、ここは、はい、橋を渡れば、うん、ちょうど、はい、いい場所なんです。はい、古口市街、古口内に入っております。吉口岳古口です。はい、確かに、ここから通って、はい、街並みは本当にいいものでございます。にぎわいある街です。はい、この街は市街地に入っております。村内です。戸沢村内です。信号はまあ6つしかないんです。はい、お、信号ですね。はい、確かに赤でストップになりました。どちらも駅があるんです。その脇に入って抜け出すと今高速道路の方まで、お、来ております。はい、道駅まであと2キロしか寄りません。うん、なるほどですね。テレビの場合ちょっとすいませんね。はい、ノーカットでお送りしております。ほぼノーカットで。こういうわけでもうすぐ終盤です。はい、遠くの前我々は向かっております。はい、というわけで、はい、山形県民キャンペーンという、公式チャンネルの企画でございました。ぜひ戸沢村も来てみてはいかがですか。はい、高速道路が見えますね。もうすぐ立つのに時間がかかります。はい、なるほどね。もう少しね、はい、ここ行けばもう分かれ道でございます。はい、久しぶりね。こういうわけで長旅ではございますが、ありがとうございました。はい、以上です。バイバイ。